久々にみんなで食べる給食今週から分散登校が始まった函館市の小学校では今日から給食もスタートただ感染予防のためメニューは盛り付けの必要のないパンやチーズ少し味気ない気もするがやっぱりみんなで食べた方がすごく美味しく感じましたこの学校では低学年は午前 高学年は午後に分分かれてて散登校を行っている高学年は午前11時50分までに登校し給食を挟んで3時間ほど授業を受けて午後3時半過ぎに下校学校再開に向けた準備は着々と進んでいるコロナの前のいつも通りの学校が好きだったんでそれに戻れたら嬉しいなと思ってます。 今日、道内では新たに1人が死亡5人の感染が確認されたこれで死者は78人感染者は延べ1024人となったこのうちクラスターが起きているバラとアカシアハイツでは今日も80代の女性入所者の感染が判明し感染者は89人となった道内での感染者数 採用性も含め10人の感染が確認された15日以降感染者は6日連続で1桁となり大きく減少が続いている外出の自粛をはじめ様々な行動変容をお願いをしてまいりましたその効果ということがここにきて現れてきているこの第二波も、えー、収束に向かいつつあるのではないかと 一方で直近1週間の人口10万人当たりの感染者数は0.67人国が緊急事態宣言解除の目安とする0.5人を依然として上回っており宣言は継続される見通しだ。